本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ピアスはファッションアイテムとして定番ですが、自身のモチベーションアップ、おしゃれをしたい気持ちだけど金属アレルギーで悩んでいませんか？諦めてはいませんか？今回紹介するピアスは金属アレルギーの方でも安心してつけられるチタンピアスを紹介していきます。こちらでございます。表裏、アルコールパッド付き、こちらでございます。今回紹介する商品はバタフライシルエットです。金属アレルギーでも安心装着、こちらのチタンピアスはステンレスと比べニッケルや鉛を含まず非アレルギー性です。腫れや赤みがなく、一般的なジュエリーに比べ腐食や熱に強く錆びにくい仕様です。商品の仕様について、ポストの太さは 18G、 耳の部位別に 6mm と 8mm、 2種類のロットの長さがセットとなっております。コラガス、ヘリックス、インナーコンクかな、ラブレットピアスとしてつけて楽しむことができます。軽量でつけ心地がいいため、電話時、入浴、就寝時もピアスをつけたままでも大丈夫です。商品は内ネジ式、裏側はフラットバックデザインのため、すぐ緩んだり落ちて紛失するという失敗はございません。ジルスコアを採用、上質なダイヤモンドに匹敵するジルスコアを使用、変形しにくく輝きが長持ち、色褪せの心配もございません。このジルスコアの輝きで存在感を放ち、コーディネートを一気に華やかにしてくれます。使い方は単品でも使用でき、お持ちのイヤリングと組み合わせたりしたりなど楽しむことができます。金属アレルギーでも安心して装着、一日中つけっぱなしでも大丈夫なチタンピアス。今回紹介しましたバタフライという種類以外にも様々なデザインバリエーションがございます。商品気になった方は詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。値段もお手頃なので何個か買うのもありだと思います。本番いきます。金属アレルギー、今回紹介する商品は存在感ピアスの穴開けるのが怖すぎて自分でピアスつけれません。